くるんだ。おお、すげえ。おお、すげえ。感激ですね。飛びました今日。はい、綺麗。これは素晴らしいですね。まずは、この H2A ロケット35号機の打ち上げ成功、本当に嬉しく思っております。先週も我々松山大臣ともども参りましたが、この事情がありまして、中止延期となりましたが、立ち止まる勇気というものを現場の皆様も含めて見せていただいたということも、この敬意を表したいとこういうふうに思っております。この3号機が、この順調に軌道に乗りまして運用が予定通りに行われて、いきますことを心から期待をしております。文科省としても今後も基幹ロケットのさらなる安全性信頼性にしっかりと取り組んでいくということと、ご案内のように次期の基幹ロケットであります H3 ロケットの開発にも着実に取り組んでまいりたいとこういうふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。